こんばんは、ゆうまちすいです。おすおす、黒だぞ。今回も信長の野望出陣について話していこうと思うよ。今度は何を話すんだ？今回は課金について考察していこうと思うよ。課金か。で、あんちゃん無課金勢じゃなかったか？少し前から課金を始めて、微課金はしてるって状態になったかな。お、そうなのか。前に動画で金額設定について触れてたから、このまま無課金勢を貫くんだと思ったぜ。まあこの先も動画にしていきたいからね。僕はリリース当初から始めたわけでもないし、追いつくためにもある程度はしようかなと思ってね。課金に関しては割と財布の紐が固いあんちゃんが、そこまでやるとはな。そんな僕だからこそ、どこに課金するべきかって話ができるかなと思ってね。今回はそういう話をしようかなってことだよ。限られた予算をどこに使うべきかって感じだな。そうなるね。というわけで早速やっていこう。というわけで信長の野望出陣の課金要素だけど、大きく分けると7つの要素があるよ。なんか多いな。まずはまとめて紹介してくれ。そうしようか。一つはずっと映してる期間限定系のパック。これは開催中のイベントに合わせて行われるものになるね。基本的にはイベントにボーナスが入るアイテムと、そのイベント専用の東洋札のセットになってるかな。イベントによって多少中身は変わるから、とりあえずイベントが始まったら一度は確認しておきたいね。二つ目も期間限定で、プレイヤーレベルがアップした時、あとは工場戦イベントなどで特定のレベルになると1日限りで購入ができるレベルパック系だね。これはかなり購入が限定的だな。頑張った自分へのご褒美的なイメージなのかな。ご褒美で課金ってどうなんだとは思うけど、まあそういうのもあるんだな。残りの5つは常設されているもので、戦国マイレージ手形は毎週更新される通常手形とは別に手形が発行されて、戦国マイレージが稼ぎやすくなる手形だね。毎日パックは毎日少量だけど、特定のアイテムと優勝小判を購入するためのもの。毎月パックはその毎月版だな。そうなるね。特別市場は遠征で使用する市場を増やすことができるものになるよ。通常本拠と市場で2つしかないわけだけど、この市場を最大で2つ増やすことができるね。そして最後の7つ目が優勝小判を直接購入するってパターンだね。確かにこうしてみると課金する要素っていろいろあるな。そういえばこの常設ページって通常商品ってのもあるけど、これは違うんか？これは中身を見てほしいんだけどね。こんな感じで小判で交換するものになるよ。ここで言う小判はゲーム内でもらえる無償小判で OK だから、課金要素ではないかな。これは紛らわしいな。僕も最近までチェックしてなかったよね。社会案内状とか有用なアイテムもあるから、無償小判に余裕があるなら交換しておきたいね。話が少しそれたけど、今回は今挙げた7つの課金要素に対し予算別に優先順位をつけていこうか。課金する際には参考にしてくれな。毎月どれくらい課金できるのか、その予算に当てはめて見てもらえるといいかな。もちろん予算が無制限にある人はどんどん課金してもらえればと思うよ。そんな富豪がいるのかはわからんが、富豪も優先順位は欲しいだろうしな。というわけで早速やっていこうか。予算3000円まで。毎月の課金予算が3000円くらいまでの人には戦国マイレージ手形をおすすめするかな。こいつは戦国マイレージを増やせるな。戦国マイレージでそんなに有用なアイテムがあるのか？戦国マイレージポイントは各種東洋札と交換できたりして、確かにかなり有用なんだけど、僕がおすすめしたい理由はそこではないね。ほう。購入画面を見るとわかるんだけど、戦国マイレージ手形にはフィールドのタップ判定がプラス 50% されるという付随した効果があるんだよね。僕はこれがかなり有用だと感じているよ。おまけっぽい効果が本命ってパターンか。そういうことになるね。出陣には武将経験値、金銭、兵糧、資材といろいろリソースがあるけど、それらを増やす方法がフィールドでのタップになるんだよね。つまりこのフィールドのタップ判定を増やす効果はそのまま使えるリソースが増やせることに直結するよ。特に序盤はいろいろな要素にリソースを使うことになるだろうし、序盤こそありがたい要素かもな。そうなるね。僕はそろそろ始めて1ヶ月半になるけど、リソースは兵糧以外全然足りてないし、早めに課金できると良いかな。最初はお試しであったはずだから、そのお試し期間が終わったら課金することをお勧めするよ。戦国マイレージ手形は1枚1000円だけど、3000円出せば4枚セットで購入できるし、予算3000円までの人はまずここに課金するべきかな。予算6000円まで。毎月の課金額が6000円まで許容できるなら、次に課金したいのは特別市場かな。市場を増やすやつだな。遠征は普段は行かないような場所の周囲を拠点化できるから便利なんだけど、特別市場には特殊な効果があって無償で移転が可能。これが大きいと感じているよ。ほう。そもそも本拠とか市場って移転にコストがかかるんだ？移転免除ってアイテムが必要なのと、金銭と資材2万ずつを消費する必要があるね。地味に重いな。特に移転免除は月3枚は無料でもらえるんだけど、それ以上は課金しないといけないから、基本的にはまだ拠点化してないエリアに指定して、その1月の間はそこで頑張ってもらう、そんな使い方になるんだよね。で、特別市場ならそのコストがかからないってことだな。
そういうことだね。でもそんなポンポン移転させたい時ってあるのか？結構あるよ。例えばだけど、特定の地域の拠点化が 80% 近くまで進んだけど、残りの箇所には立地的に行きづらいとか、ピンポイントで遠征を使いたいって場面って意外とあるんだよね。特に車で拠点を増やしている人なんかは、入っていけないような道もあったりするしね。そう言われると納得感はあるな。拠点数を増やすのはもちろんだけど、そういった穴埋め要因としても使えるのが大きいわけだな。だね。もちろん、プレイヤーレベルの上限も増えて、最低でも確保したい拠点数が増えたし、通常の市場としての使い方をするにしても、かなり優先度は高いと思うよ。これも1000円で7日間だけど、3000円出せば28日間使えるから、6000円までは特別市場でいいかなと思うよ。ここは使い方によるかもな。そういえばさ、おいらてっきり、この特別市場が最優先かと思ったぜ。プレイヤーレベルを上げるのに、拠点を増やさないといけないわけだし。それはそうだね。ただ、特別市場よりも、戦国マイレージテラタの優先度が高いのは、拠点数が切りのいい数字になるときに、強力な敵が出てくるのが理由だね。順当に育成を進めていれば、普段は拠点制圧の際の戦闘は、オートでもいけると思うんだけど、この切り番拠点の時は、そうもいかなくなるよ。だから拠点数を増やすために、特別市場を先にしてしまうと、どこかで育成不足になって、それ以上拠点数が増やせないってなるよ。なるほどな。だから育成リソースのために、戦国マイレージ手形の方が、優先度が高いのな。そういうことだね。予算1万円まで。毎月の課金が1万円までいけるなら、選択肢が複数あるね。一つは特別市場を、もう一つ増やすってパターンかな。特別市場は課金で2つ増やせるんだもんな。両方とも28日購入にすれば、それだけで9000円までいくぞ。もう一つのパターンとしては、イベント期間限定パックを検討したいね。これは開催されているイベント次第だったりするけど、特に工場戦や共闘イベントみたいな、ポイントを積み重ねて報酬を得るタイプのイベントの場合、一つ持ってるだけで結構ポイントが増えたりするんだよね。鍋島直重を倒す共闘イベだと、一つで 30% も増えるんだな。稼げるポイントが増えるってことは、それだけ上位の報酬を得られるってことになるから、下手に直接アイテムに課金するよりも効率的かなと思うよ。イベントパックの課金は、そのイベントの登用札がついてたりもするし、最安なら500円とかからあるから、購入を検討してもいいかなと思うよ。これなら予算が1万円あれば、特別市場を2つにした上で、イベントアイテムを購入も手だな。そうだね。ただ現状、出陣はイベントカレンダーとかはないし、一度に複数のイベントが並行したりもするから、2つ目の特別市場を買ってると予算オーバーもありえるので、その点は注意が必要かな。自分のプレイスタイルとか育成状況に合わせて選択する感じで頼むぜ。予算3万円まで。次は予算3万円の場合だね。ここまで来るとかなり自由度はありそうだな。ここまで課金できる人は進捗もだいぶ幅があると思うから難しいけど、チェックするっていう意味で言うと、次にチェックしておきたいのは毎月パックかな。1万円あれば毎月 SSR 確定パックを買って、毎月東洋パックも2つ買えるね。ここに来てようやく東洋札とかの武将ガチャに課金する感じか。もちろん絶対に出したい武将が今ピックアップされてるとかなら別だけど、出陣は現状武将はかなり揃いやすいんだよね。 SSR はともかく、 SR 以下は僕でもガチャで出る分は揃ったし、それなりに覚醒も進んでるよ。それにイベントで隠し東洋札がもらえることも多いから、特定の武将を絶対出すって感じでなければガチャへの課金はこれくらいの優先度になるんじゃないかな。なるほどな。もちろん SSR 武将を早く完全覚醒させたいとかなら別だけどね。予算は無限。これ以降に関しては完全にプレイスタイルによるって感じになるかな。いち早く SSR 完全覚醒を目指すなら無尽蔵にお金はいるだろうけど、そういうプレイをしない限りは自由にやっていいと思うよ。まあここまで来たらそうなるか。ちなみにあと確認してないのだと、毎日パックと優勝小判、あとはレベルアップ期間限定パック、この3つがあるけど、どれが優先とかあるか。その時必要なものがあるか次第かな。まずレベルアップ期間限定パックは期間が短すぎるのと、割と必要額が高いイメージが強いから、その時どうしても欲しいならってくらいになると思う。 SSR 武将がもらえるのもあったりするから、そういうのは検討の余地があるかなって思うよ。でも現状そこで下手に入らないとかはないはずだから、最速攻略とかを目指してるわけじゃないならって感じかな。ふむふむ。残りの2つこそ難しくて、毎日パックの方は課金額分の優勝小判と特定のリソースがもらえて、優勝小判の方は課金額に追加で無償小判がもらえる形、どっちを優先したいかだと思うよ。なるほどな。一応毎日パックは文字通り1日1個とかって個数制限があるから、強いて言うなら優先度は高めになるのかな。了解だぜ。というわけで上から優先度が高い順に並べ替えてみたぞ。あんちゃん間違いはないか？これでいいと思うよ。もちろんこれはあくまでも僕の考えで、人によって前後する部分はあるかもね。抜けがあったらコメント欄で教えてくれ。
ちなみに今回こうして優先順位をつけたけど、あんちゃんどこまで課金したんだ？この動画を作っている時点では一番上の戦国マイレージテラタだけだね。特別市場を増やすかどうか迷ってるところかな。美課金って言ってたもんな。そんなもんか。まあ動画を作る上でもあまり課金の力で上位勢に行きすぎるとやりにくいかなって感じる部分もあるからね。ふむふむ。それにね、あくまでも今回は出陣内での課金要素を優先順位つけたけど、出陣の場合はここにリアルでの移動費用などもかかるからね。確かにそれはあるか。でもあんちゃん自転車税なんじゃ。確かに自転車本体はもともと持ってたものだからそこの出費はないけど、長時間移動すれば食べ物や飲み物だって必要になるし、モバイルバッテリーだったりとか何気に出費をしている気がするよ。一芸の難しいところだな。歩きだと行ける範囲に限界があるし、電車なら電車代がかかるし、車ならガソリン代がかかる。そういう意味ではそこも含めて出陣への課金の予算が決まるのか。そうなんじゃないかな。だからこそ今回まとめてみようと思ったわけだしね。少しでも参考になれば幸いだよ。自分はこうしてるとかって意見もあればぜひコメント欄で教えてくれ。というわけで今回はここまでにしようか。了解したぜ。このチャンネルではストラテジーゲームを盛り上げるためにいろいろな動画を投稿しているぞ。よければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくな。ご視聴ありがとうございました。よければこの動画も見てってくれよな。